ブーマー・アサイアソンはニューヨーク州ウエストイスリップ出身のアメリカンフットボール選手。ポジションは q b 左利き。NFL で1984年から1997年までプレーした。1984年にシンシナティベンガルズに入団。1988年には最優秀選手に選ばれる活躍を見せてチームを 第23回スーパーボールに導いたが、ジョーモンタナの逆転ドライブにより、16から20で敗れた。1993年から1995年は、ニューヨークジェッツ。1996年は、アリゾナカージナルス。1997年は、シンシナティベンガルズに復帰し、現役を引退した。現役引退後は、ESPNON ABCHBO。HBO CBS スポーツなどで解説者を行っている。ニューヨーク州、ウェスト・イスリップで生まれた。彼は、その後、同州、イースト・イスリップで育った。1979年に高校を卒業すると、ボビー・ロスがヘッドコーチをしていたメリーランド大学に進学した。彼は、大学記録を17個塗り替え、パス獲得6259ヤード、タッチダウンパス42本の記録を残し、 1982年、1983年には、オールアメリカンに選抜された。4年時の最後のホームゲームとなった、全米3位のノートロダム大学戦では、第3級に2本の TD パスを決めて逆転勝ちし、アトランティックコーストカンファレンス優勝を果たした。1984年の NFL ドラフトでは、予想に半死2巡目全体38番目という、低い指名順位で、 シンシナティベンガルズに入団した。彼は、ユスフルのワシントンフェデラルズからも指名されている。宇宙の中行われた1984年10月7日のヒューストン・オイラーズ戦で初出場し、自身の TD ランなどで13から3と勝利した。1985年9月22日のサンディエゴ・チャージャーズ戦からはチームを第16回スーパーボールに導いたこともある。 エース QB のケン・アンダーソンからポジションを奪った。1980年代後半彼は NFL を代表する QB の一人となり、また、パス能力だけでなく機動性もあることを知らしめた。彼は、ランプレーでもキャリア通算447回で1598ヤードを獲得し7タッチダウンを上げている。1988年シーズンに MVP となる、活躍を見せた。 彼はチームを二度目のスーパーボールに導いた。サンフランシスコ・フォーティナイナーズとの対戦となった第23回、スーパーボールでは、チームは終盤までリードしたが残り34秒で、ジョー・モンタナから、ジョン・テーラーへのタッチダウンパスが決まり16から20で、チームは敗れた。1993年に彼は、ドラフト三巡目指名権とのトレードで、ニューヨーク・ジェッツに移籍した。 1995年10月8日に行われたバッファロービルズ戦ではブルース・スミスにフェイスマスクを掴まれ重傷を負った。その後フリーエージェントとなった彼は翌1996年にアリゾナカージナルスと契約11月10日のワシントン・レッドスキンズ戦ではパス59回中35回成功。 NFL 歴代3位となる522ヤードを投げ、オーバータイムの末勝利した。1997年にベンガルズに復帰した彼はジェフ・ブレイクの控えとなったがシーズン中盤から出場した彼はタッチダウン13回に対しわずかにインターセプト、QB レーティングも100を超える活躍を見せた。彼の現役最後のプレイは WR のダーレー・スコットへの77ヤードの タッチダウンパスであった。現役14年間で彼は、サワン QB としては通算パス獲得37,920ヤード、通算 TD パス247回など多くの NFL 記録を残した。1988年、1989年は AFC トップの QB レーティングを残している。現役引退後、1998年から2000年まで、 ABC のマンデーナイトフットボールの解説者となった。2002年からは CBS スポーツの解説者となり、ザ e n f l Today で解説を行っている。ブーマーは本名ではなくニックネームである。母親のお腹の中にいる頃からしきりに母親の子宮を蹴っていた。彼は母親によってブーマーと呼ばれた。この呼び名を彼はその後も使い続けている。 NFL 史上最多得点差からの逆転となった1993年 NFL ワイルドカードプレイオフバッファロービルズ対ヒューストンオイラーズのゲストコメンテーターとしてハーフタイムにメリーランド大学時代のチームメイトであるフランクライクはカレッジフットボール時代に大逆転を演じたことがあるがプロのディフェンス相手に25点差からの逆転は困難だろうとコメントした 現役時代の1993年に彼の息子が脳法性繊維症にかかったため病気の治療や患者のサポートのための財団を作っている。ありがとうございます。